それでは、昨日借り植えした、大源流の管理に関して、ちょっとお話しします。ちょっと期間がどのくらいになるかわかりませんけれども、ですね、なんだっけ、どのように管理すればいいかですよね。で、これ、今、昨日から1日経ったものでありますが、ちょっとまだ葉っぱがしなしになってますけども、まあ全然気にしなくていいです。こんな風にボリュームありますよね、こうやってね。これは、何本だったかね。54本。この枝が54本この中に、植え付けてあります。これは仮植えです。赤玉土、小粒のみ、赤玉土のみを使用した、培地に、仮植えしている状態です。ここから、元気にして、根っこまで生えるまで、根っこが生えるまで、育てていくんですけれども、とりあえずやってほしいことは、一つですね、一つというか、その前に前提がありまして、ライト、植物育成用のライトをちょっと当ててほしいんですね。で、ちょっと環境がない方は難しいとは思うんですけども、直射日光とかは本当避けてほしいんですよ。で、明かりを取り入れるのにちょっと難しいので、植物育成用のライトっていうのを、Amazon とかで売ってますので、ちょっとできればね、そういうのを使用してほしいなと思います。で、ちょっとそれで、それがもう、それが一つと、はい、赤玉土、ちょっと湿ってますけども、ちょっとね、この状態から、これからどういうふうに管理していくかというのをお話ししますと、これですね、水。水をあげてほしいんですよね。うん。で、水をね、じょうろで、じゃーっとあげるのもいいんですけども、ちょっと、いらない分がこの、受け皿の方に溜まってくるんで、割と、めんどくさくなるので、これ、はい。スプレーで、株元にスプレーで、こうやって、水をあげてほしいんですね。こうやって、どんどん、株元にですね、スプレーボトルも、こういうやつ、ロングノズルのついた分を買いましょうね。で、これが多分600円ぐらいで買えますので、全体はこういうやつですね。600円ぐらいで買えますので、で、ノズルの、ロングノズルのない分と比べても多分200円ぐらいしか変わらないので、このロングノズルのついたやつを買ってください。で、この葉っぱの隙間から、根元にかけて、こうやって、どんどん上げていきます。これ葉っぱにかけてもいいんですけども、あんまり意味ないんですよね。まあ、結局根元が湿らないとあんまり意味ないんですよ。よくね、他の植物もそうなんですけども、葉っぱは湿らしても あんまり効果ないです。霧吹きあげてもね。で、観葉植物やってると、なんかどうしてもみんな葉っぱに霧吹きやりがちなんですけども、そんなんやってる暇があったら、根元にちゃんと水あげてくださいということになります。ちょっとね、ひたすらこうやって、あげますね。ちょっとね、またね、雑談させてもらうんですけども、今日帰ってからですね、何したかな。ちょっと何したか覚えてませんけども、とりあえずシャワーとか浴びたんですけど、今ね、ずっと思ってることがあって、
暇だなーって感じなんですよね。退屈だなーとかね、暇だなーっていう思いがあって、何しようかなと思ってですね、まあ、台湾行ってきたし、あ、ちょっとね、台湾に関する話題というか、それは、台湾の話題なんですけども、地震がありまして、周りから、ね、一応地震の話されるんですけども、私はね、台湾の東部の方で、発震源ということで聞いてたんで、東部で、震度5、マグニチューム5か、マグニチューム5ということで、話聞いてたんで、台北の方はあんまり影響なかった、影響ないですよって言ったんですけども、いや、全然影響ありましたね。よく聞いたら、東部の海ですね。東部の海の方で、マグニチュード7の震源があって、台湾全域にマグニチュード5の被害があったということですね。で、それ聞いて、もう本当に良かったなぁと思って、良かったっていうのは、私がですね、旅行行ったタイミング、帰ってきたタイミングから換算すると、かなりの確率で、運が良かったと言えると思います。本当にね、運が良かったんですよね、だから。私が、出かけたのが、25日に出かけて、28日に帰ってきましたから、で、そこから1週間ぐらいですか、経ってからの地震ですので、で、本当に運が良かったなっていうのは改めて思いましたね。で、行けた、ちょっと雑談、なんかね、あんまりしょうもない雑談だったらすみませんけども、行けなかったら一番、もう悔やまれることでしたね、行けなかったらね。で、行けて、台湾で、足止め食らうとかっていうのであれば、それはね、まあね、別に私は、いい方位に行ってるんで、それはもう、甘んじて受け入れるんですけども、行けなかった場合の後悔っていうのはもう、計り知れないですよね。まあ、ほんと今回行けたことがもう感謝というか、運が良かったというか、またね、12月に行きたいなって思ってるんですけども、今の台湾のその被害の状況によっては、難しい、可能性もありますけども、なんとか、12月までに、被害が収まって、ちょっと安心、街が、状態がね、今どういうふうに状態になってるかわかりませんけども、状態が回復していてくれたらいいなと思ってます。まあ、なんとかその12月、行けるように、私がね、自分で調整したところで、災害というものはね、どうにもならないので、まあ、ともかく、まあ、安心して、いける状態になってほしいですよね。まあ、そんな感じですね。はい、雑談終わりです。で、こういう風に、まあ結構な量。なんかこうやって水結構もう溜まっちゃってるんですけど、結構な量の水を噴霧しましたね。で、ちょっとね、忘れちゃいけないことを言ってますけど、この水はただの水ではないんですよ。これ、メネデールっていう活力剤を入れてます。500に対してキャップ2分の1のメネデールを入れた水です。で、メネデールって何かというと、活力剤といえば、通じるかなとは思うんですけども、これは肥料ではないですね。メネデールは肥料の成分は一切入っておりません。で、こういう、
ね、苗というか、その、こういう仮植えしてるようなものに、肥料のものを、肥料の入ったものをあげるのは、絶対やめてください。で、メネデールはもう、芽と根が出ると書いてメネデールと言いまして、これ本当にもう、発芽の種とかですね、もう種の段階からも使える、もう安全なものですので、皆さん本当、家庭にね、一本はね、メネデール、ちょっと、買ってほしいなと思います。で、500ミリリットルで、なんぼかな、1100円ぐらいですので、万能ですので、ぜひ買ってください。で、挿し木、種まき、あとは、夏バテなどですね、メネデール効きますので、ぜひ購入してください。で、一応これで、とりあえず、この、毎日の、霧吹き散布で、様子を見ていくんですけども、葉っぱがこう、まだまだしな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 してるので、これがピッとなって、ピッとなったところが多分ね、根っこがちょっと出てきたような感じになってくると思うんで、この辺のね、葉っぱのしなしなだったのが、元気になってきたら、表現がおかしいな。ね、まあ、健康だなと判断できたら、ちょっと抜いてみて、1、2本抜いてみて、根っこが生えてるかどうかをちょっと確認してください。で、赤玉土に根っこが張ってても、気にしなくていいので、これが1週間、2週間、3週間、4週間、ないしは1ヶ月、2ヶ月を、このまんまでも全然いいんですよ。結局、30センチの鉢に、なんていうかな、30センチの鉢に、しっかり植えれる苗に育ってれば、育ちすぎてても問題ありません。で、ね、これが、今この、大元の苗です。こうね、しっかりと。大元の苗ですよ、これが。これから取ったものがこれなんですよね。で、これを中心にして、30センチの鉢はこれを中心にして、こう、隙間とか周りとかに、このできた苗を、植えていきます。で、この動画の続きなんですけども、ちょっとね、しばらく間が空くと思います。こういう、まだ、しなしなして、元気がないので、元気がないというか、まだ回復期なので、本当に1ヶ月先になるかもしれませんけども、まあ、必ずその、経過観察は追っていきますので、ちょっとね、まあまあ、期待はしないで、いつになるかっていうのはちょっと何とも言えないので、また見ていただければなと思います。で、こっちの方は、今日ですね、肥料が届いたんで、こういう肥料ですね、このハート型の肥料。これをね、ちょっとネットで買いましたので、これを、こうやって鉢に置いて、後で水やりあげますけども。で、肥料なんですけども、私が購入した肥料は、これですね。錠剤肥料、置くだけ簡単。これ、ハイポネックスの肥料でございます。で、ボタナイスとかっていうのもあったんですけども、ちょっとね、ボタナイスはあんまり適さないかなと思って、これを買いました。で、なかなかいい感じだと思うので、はい。何がっていう話でもあるんですけど、まあ、個人的にはボタナイスよりさっきのやつの方がいいと思います。あと何か皆さんご相談事などがあればですね、ちょっとコメントいただければなと思います。とにかく退屈しております。で、この退屈を、埋め合わせるためのネタがないですね。困っております。まあ、退屈な人がいたら、また声をかけてください。
はい。なかなか話を切り上げるのにいいきっかけがなくて、ずるずると話をしてしまうというのが私の癖なんですけども。まあ、頑張りましょう。では。